はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコンのファイアーエンブレム、モンション謎、パート11ですね。暗黒戦争編、第4章。結構時間かかってますね。続きやっていきましょう。ただ、ちょーっと待ってねー、待ってねー。バコス？はい、バスいらっしゃい。とりあえず預けるか。増援使って経験値稼ぎできるな。和骨です。そうだね、出てきたらだね。はい、3個目さんいらっしゃい。ただね、大量に出てきたら困るね。アーマーキラーという剣はアーマーナイトやジェネラルに対してものすごい力を発揮する。ナイトキラーはソシャルナイトやパラディンに対して有効だが、槍だから騎士にしか扱えない。レイペアはそれらすべての騎士に効果があるぞ。王子にしか扱えぬぞ。そしてすべての武器は使うたびに衰えて、いずれ壊れてしまうから注意なされよ。そう、それがね、このゲームの難しいとこだよね。強い武器を乱用できないっていうね。こいつは出張ってこないんかな。出張ってこないんだったらいいんだけど。あとこの司祭何気に HP 高いね。さてどうしたもんか。先司祭倒すべきかな。ちょっとこいつで小突きに行ってみるか。バコ。はい、たくさんいらっしゃい。あとは、攻撃したらレベル上がるだろう。攻撃1しか当たらんな、でも。まあ、いっか。あ、1しかもらえなかったか。やっぱり。これダメージがそのまま。経験値だっけ？バコス。はい、5個目さんいらっしゃい。お、2回攻撃。あれ、ゴードンより高速高いんか。3と、あ、0なのか。二回攻撃できるんだったら、カシムかなり強いな。そしたら、あと、ウルフでも攻撃しようかな。すいません、のとないです。音がない。ハンターは力だけはどんどん上がってくよ。聞こえるよ。
更新してみてください。そうか、力だけはどんどん上がっていくね。はい、了解。他あるよ。あ、こいつも1しか当たらんな。まあいいか。聞こえました。はい。お。あ、そうか。確かこのホース面が、このハンターの上級職なんだよね。だ、こいつも高速高いんか。あ、でもこいつは2だ。コース面、直訳すると、馬男？まあ、間違ってない。間違ってはないと思う。お、いいねー。これダメージ3倍なのか ?6 か。誰かで倒せないかな。やり使っても意味ないな。回復されるな。そしたらナバールで倒せないかな。というか黒髪はいないのか。このゲームには弱いな。ちょっと待って、こいつ鋼の剣持ってなかったっけ。誰か鋼の剣、あ、持ってんじゃん。ちょっとそれよこせや。鋼の剣なら倒せないかな。あー、倒せねえな。倒せないな。みんな髪染めてはっちゃけてるな。ちょっと貸してよ、ピアス。これ地毛だよ、地毛。ですよね。どうしよう。でも緑で地毛しているのね。地毛でしょ。ファンタジーの世界にはいるんだよ。きっとね。槍でアーマーないと攻撃したらよかったんじゃ。いつ？あ、そういえばあったね。ないと3は髪の毛ないし、しょぼーん。いや、とりあえず削ろう。なんだと、避けられた。それはいくらなんでも想定外なんだが。ちゃんと髪の毛あるよ。なくはない。
なんかいろいろミスったな、このターン。これで、ナバールが死のうもんなら。お、ナイス。倒せ。よし。やっぱ硬いな、こいつら。お、力いいね。素早さもいいね。お、魔法防御上がったぞ。さて、司祭を誰で。買い物。買う。鍵は扉や橋の前で使いなされ、そうすれば通れるようになるからの。あ、シーダでこいつ倒すか。倒せるかな。7。攻撃なんだっけ ?12 か。倒せるな。よし、ライブの杖ゲットじゃ。お、必殺。回復の杖はな、早く購入したいんだけどな。はい、マルニさんいらっしゃい。さて、あとは、ちょっとここの砦で回復してくるか。HP 低いやつら。どっから敵出てくるかは知らんが。こっち側はなんか行きづらそうだしな。ことを下にするか。敵出てこなきゃいいんだが。で、一応敵出てきてもいいようにここ塞いどこうか。こいつらで。この上にもあったっけ？あ、ないか。こっち側か。1だもんなぁ。で、体育だけ出せとくか。あとはこいつの活躍だね。マリックさん。造園は一体どこで出てくるんだろうか。
どうせこいつら使えないしな。こいつらを移動させておくか。で、こいつこっち側に待機させるか。ああ、マルスも結構減ってんな。やっとレベル4だ。おお、力いいね。素早さが上がったから、お、高速1になった。やっとか。パチパチパチ。ああ、パチパチありがとうね。あ、マジだ。お前が前出てどうする。歌詞も結構使えるな、ここで。で、11で、こいつ攻撃、13ってエクスカリバーの方か、これ。あ、普通は7なのね。全然能力違うんだが。失礼。必殺高いね、エクスカリバー。魔法は、守備じゃなくて魔法で見るよね。あ、これは7当たるんか。そして、高速が4だから、2回攻撃で倒しちゃうな。あ、倒していいな。こいつレベル1じゃん。これ育てよう。あ、でも一撃で倒したいね。一撃で倒したい。から、ちょっと削るか。頑張ってレベル上げてもやられると復活しなくなるのは辛いな。そうね。それがちょっと残念なとこやね。当たるかな。お、当たってよかった。おー、とうとうレベル5になったぞ、動画。技1だけかい。切ないなぁ。で、7だから倒せるね。横につけれたっけ、つけれるね。したら、交換。あ、アイテムか。傷薬と交換しよう。
レナ初の戦闘画面。お、これ回復量の倍か。よし、行くぞ。死んでくれよ。知らなかったら困るぞ。オッケー。さあ、あとボス一人や。で、増援は来んね。来ないね。全攻撃できるな。武器しよっか。当たんないかこれ。課金ってなる。まぁ、ちょっと様子見で。この城はミレルバ様からの預かり物。お前たちの自由にはさせぬ。やっぱ課金ってなるのか。そうか。これ、マリックいないと攻撃通らないんじゃなかろうか。守備13だもんな。めっちゃ高いよな。悲しい音だ。さすが序盤ルブエチケタ。ねえ。辛いね。あー、カシムなら与えれるな。ゴードンはどうなんだ ?13 の13だとダメなんかな。鋼なら多分ダメージ通るけど。まあいいか、打っとけ。アーマーキラー使えってことだな。ああ、そうだね。27個目さんいらっしゃい。マリクがもらってたっけ?もうなんかごついシルエットの剣やね。マルスで特攻とか。ああ、レイピアで特攻引くんだっけ、そういえば。あれ、こいつなんで、鋼の弓持ってないの?持たせてなかった。もう一回。あとはどうしようね。これ特攻の場合ダメージどうなるんだ?どんだけ入る?特攻の分プラスされるってことかな?14まであと5分になりました。20だね。ナイト系に対しての攻撃力が20になるっていうことなんかな?それとも、この構図見たら完全に、じめっこのボスがマルス。攻撃プラスで30になるってことかな?どっちだ?これ。弓の場合どうなってたっけ?弓34だもんな。じゃあ特攻相手に対しての攻撃力が、
レイピアだと20になるってことか。20で7。2回入るよね。14か。とりあえずマリークで倒したいから、こいつ死なないよな。あ、でもクリティカルで倒すっていう可能性があるんか。必殺上がるしな。で、相手の攻撃が13で、こっちの防御が7か、6か。死にはしないけど。まあ、いいか。いとけ。殺すなよ。会心出すなよ。出したし。くそー、フラグ。回収してしまった。わらわら。くそー、マリックで倒したかったんだけどな。よし、やっと。終了まであと3分。4章クリアだね、これでも。貴様ら、これで勝ったと思うなよ。あ、で、マルスで動かしたから。さすが、わらわら。あれだな。他ないしな。増援が出てこなかったね、結局ね。で、ターン終わらすか。とりあえず終わらせようか。制圧。おう、マルス王子、よくおいでくだされた。砦におられるニーナ王子も間もなく来られるでしょう。しかし城の中にはまだかなり敵がおります。どうかご用心ください。この王様じゃどこにいるんだ。あ、これから城の中の戦いが始まるのか。今の王様がハーディンの兄貴なんだよね、確か。第1部5章、ファイアーエムブレム。タイトル回収したね。マケドニア軍の主力を撃破した同盟軍は、オレルアン城を解放すべく、さらに軍を進めた。ぽいね。城内に眠る貴重な財宝を敵に盗まれぬうちに取り戻さなければならない。宝箱を開けられるのは盗賊だけだよな。だけど俺たちの仲間にそんな奴いるのか？誰かがそうつぶやいた。いるね。一人いるね。終了まであと1分になりました。あ、移送隊に。ナイトキラーも、これ槍だよね、確か。あとは、視聴してくれた皆さんありがとう。では、準備しつつ、次枠行きましょう。です。はい、お疲れ様。オスでした。